神戸市バス、石屋川営業所は、兵庫県神戸市名田区にある、神戸市バスの営業所である。最寄りバス停は、石屋川車庫前である。配置車両に表示されている営業者を表す記号は、石である。主として、田区を通る路線を担当している。また、神戸市バスでは、中央営業所や垂水営業所とともに3、営業所しかない他社に委託せずに、直営の営業所でもある。 本節では、石屋川営業所が現在運行を担当している路線について記述する。現在、石屋川営業所が担当する路線は17路線となっている。かつては、灘南北系統や16系統などの担当から、外れ、多くの路線のエリアが重複する、魚崎営業所に移管された。特に、2012年4月1日のダイヤ改正に合わせて行われた、 担当営業所の変更では、単独管轄路線のうち32系統、100系統、102系統、103系統の4路線が、魚崎営業所に完全に移管されたほか、26系統も、魚崎営業所との共同運行に変更されている。しかし、2015年4月のダイヤ改正で26系統、32系統、松陰女子大学輸送が再び、 石屋川営業所の単独管轄に変更された。また、2016年6月には36系統が、魚崎営業所との共同管轄になり、2017年4月の改正では16系統が、魚崎営業所との共同管轄になり、担当に再び戻った。さらに、2018年8月1日より中央、南営業所が開設され、 これに伴う担当営業所の変更が行われ、石屋川営業所は中央南営業所と変わる形で2系統の担当から外れた。この代わりに2018年8月9日より、魚崎営業所の管轄路線である19、30、31、33、34、35、36、38、39、43、45系統の 各路線の一部の便を受け持つようになった。このように、神戸市バスでは、ダイヤ改正等に合わせて営業所間での運行路線の配分、調整が比較的頻繁に行われている。運行区間外洋遠隔ダイヤ及び停留所、外洋遠隔37系統外洋ダイヤ及び、停留所運行区間外洋ダイヤ及び停留所かつて、石屋川営業所所属車両は、 三菱自動車製で統一されており、車両番号は三菱自動車製に割り当てられる001から299を使用していたが、2021年4月現在は700番台、800番台、900番台も在籍しており、日野自動車製、須津自動車製、三菱不走トラックバス製、UD トラックス製の4メーカーが揃っている。石川営業所が、崎営業所のエリア内で、 2008年10月から12月にかけて無断で臨時バスを増発していたことが2009年2月28日の各種報道で発覚した。他の営業所の路線で臨時バスを運行する際には担当営業所からの応援要請が必要になるが、石屋川営業所はこれを受けないまま1日1から3本程度、阪神三影駅から 六甲ケーブル下駅まで臨時バスを走らせていたという。また、これらの臨時バスを運転していた運転手が総額約27万円の超過勤務手当を受け取っていた。事態を重視した神戸市交通局は、石谷川営業所の所長や副所長ら4人を減給、同営業所自動車部長を訓戒などの懲戒処分とした。ただ、運転手については、 運行管理の直接権限がないとして、処分対象とはなっていないという、ありがとうございます。